名前は海津南です。で道場は健身館っていう親が教えてる道場で、中学校は村の普通に地元の中学校に西原中学校っていうところに行って、高校は熊本県の阿蘇中央高校に行きました。ありがとうございます。今まで剣道やってきた中で、大きく変わったなと思うターニングポイントを教えてください。一番大きく変わったなと思うのは高校に入学してからで、やっぱ中学校まではずっと親に教えてきてもらってたから、高校に入って寮からこう高校にも通ってっていう、その親以外の人に剣道を初めて教えてもらうようになったっていうのが高校生の時だから、そこでやっぱ外の世界を知った感じがします。ありがとうございます。ちなみに高校時代の成績っていうのは、どういうの？一番良くてインターハイの団体戦が3位だったのかなと思います。ありがとうございます。それから、筑波大学に入学する前の筑波大学の剣道部のイメージと今どういうふうに感じてらっしゃるかを教えてください。入学する前はやっぱりこう大学の大会があるたびに上位に入賞する、あの強い大学っていうイメージがあって、やっぱただ勝つだけじゃなくてすごい芯のある強さの剣道で勝っていってるっていうイメージがあって、入学してからやっぱ今とかはそのイメージ通りだったんですけど、やっぱその一員になると逆にそれがすごい勝たないといけないとか、こう変なことはしてはいけないみたいな、こうプレッシャーみたいに感じることも結構あります。なるほど。今の話と少し被る部分もあってもいいと思うんですけど、大学入ってから良かったなとか嬉しかった経験と悔しかった経験、両方教えていただけますか？はい、大学に入って嬉しかったことは、やっぱ高校まで自分が先頭に立ってこう頑張っていかないといけないような環境だったから、この筑波大学に来てこう全国の強い人が集まってるっていう環境で、この初めて尊敬できるっていうか、信頼して相談とかもできる先輩とかこう先生とか仲間に会えたっていうのがすごい一番嬉しいなって思うことで、悔しかったことは1年生の時から試合に出させてもらってたんですけど、その何人もいる中で7人の中に選んでもらったんですけど、そのチームのためにとか応援してくれる人のためにこうなんか自分が今日の試合は力になれたなとかいういい試合がまだできていないっていう、その無力さがすごく悔しいかなって思います。ありがとうございます。質問としては少し変わってしまうんですけど、得意技を教えていただいてもよろしいですか？得意技は固定です。はい、この後詳しく教えてください。はい、で最後の質問になりますけれども、今度の3月に行われる全日本選手権、そちらに向けた意気込みを一言お願いします。はい、やっぱりこうそういう大きい舞台に出て一番悔しいのは、やっぱ自分が思った通りにいかなくてこう納得できないまま終わってしまうことだと思うので、こう試合が終わった時に勝っても負けても、自分がその日にやった試合に自分が一番納得して楽しかったなって思えるように終われるように頑張りたいと思います。